北側から見た13番街。奥にワールドファイナンシャルセンターが見える。南側から見たガンズボードペニンシュラ。手前の桟橋の向こうに見える埋め立て地には清掃局のゴミ収集車車庫がある。背後のフェンスはチェルシーピアのゴルフ打ちっぱな芝。ブルームフィールド通り13番街はアメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタン区を走る通りである。 1837年にハドソン川の埋め立て地に建設されたが、現在では1ブロックしか残されていない。1891年のブロムリー地図には、11丁目から29丁目あたりまで北に伸びた通りが記されている。北の部分は、あとに12番街となった。20世紀初め、ニューヨーク市は、従来よりも長い不当をハドソン川沿岸に建設しようとしていた。 ルシタニアやタイタニックのように長大化した船舶を収容できるようにするためである。しかし、バルクヘッドラインを管理する立場のアメリカ政府は長い不団の建設を認めようとしなかった。海運会社はアップタウン方面の遠方に長い不団を建設することには気乗りしなかった。なぜなら、マンハッタンへの船舶に接続するニューヨークセントラル鉄道の路線や23丁目フェリー駅などの インフラがすでに整備されていたからである。そこでニューヨーク市は22丁目より南の埋め立て地を丸ごと削り取るという異例の手段を取った。これにより豪華客船の取り扱いが可能なチェルシー埠頭を建設できるようにしたのである。ガンズボード通りの北の小さな区画、ウエストワシントンマーケットは例外として残され半島となった。 一ブロック分のみ残された13番街は、ガンズボード通りから、ウエストサイドハイウェイを渡ったところにある、ブルームフィールド通りゴミ収集車車庫の裏手にあり、現在はゴミ収集車及び、ニューヨーク市政総局職員の自家用車が、駐車場として利用している。この残った部分には13番街と明示する、標識などは、一切ない。ここを砂浜にする、または、 リサイクル可能な廃棄物を船舶に積み込むための不当にするという提案が出ている。ありがとうございます。